日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。日本人メジャーリーガーで唯一去就が決まらない藤浪晋太郎選手、なんとここに来て岡田監督率いる阪神タイガースへの電撃復帰もあるのではないかと噂されています。そこで今回は藤浪選手のタイガース復帰説について調査してみましたので紹介します。大阪桐蔭時代にはなにわのダルビッシュの異名を取り、高校3冠を成し遂げるなど大活躍した藤浪選手、ドラフトでは四球団に1位指名され、地元のタイガースに入団すると高卒ながらルーキーイヤーから3年連続2桁勝利、2015年シーズンには7完投4完封14勝7敗防御率 2.40 という成績を残しました。しかし2016年に7勝11敗と負け越すと、その成績は徐々に悪化。2019年には年間1試合の登板に終わり、その後もリリーフへの配置転換など試行錯誤しましたが、いまいち結果が残らず、そんな中で2022年シーズンは16試合登板実先発で3勝5敗防御率 3.38 と、ここ数年の中ではいい成績を残しており、本格的な復活も期待されていました。藤浪選手のポスティングシステムによるメジャー挑戦が発表されたのはそんな時期のことでした。かねてからイップス疑惑がささやかれるなど、ファンや球界 OB から環境を変えた方がいいという声が上がることは多かった藤浪選手ですが、その手段として MLB 挑戦を選ぶとは誰もが想像していなかったでしょう。確かに2022年シーズンの後半、8月頃に再昇格して以降は7度の先発登板で6度のクオリティスタートを達成、全試合で良し四球を3以下に抑えるなど、課題の制球力を克服し安定感を手にしているようにも見えました。それでもここ数年の活躍を見るに、藤浪選手と MLB が結びつくという人は少なかったでしょう。むしろ藤浪選手に復活の兆しが見えたからこそ、タイガースがポスティングを認めたのも理解できないという人も多かったのではないでしょうか。海外では高校時代の実績からか、藤浪選手に大谷翔平選手のライバルといった報道もあった模様。結果、藤浪選手はオークランドアスレチックスと1年325万ドル、約4億2000万円の契約を結びました。日本時代の年俸は最高1億7000万円、2022年の時点では4900万円だったので、この規模の契約が取れたことも日本の野球ファンからすると衝撃だったでしょうね。結局藤浪選手はアスレチックスでの初先発で2回3分の1を8失点、34試合登板7先発で5勝8敗3ホールド防御率 8.57 という成績に終わりました。リリーフ転向以降はリリーフだけで5勝を挙げ、安定した投球を行う時期もあったものの、7月にボルチモアオリオールズにトレードという形でアスレチックスを放出されています。オリオールズ移籍後の藤浪選手はリリーフとしてそれなりの成績を残していましたが、最終的にリリーフとして30試合登板で2勝0敗2セーブ2ホールド、防御率 4.85 という数字でした。シーズン終了後に FA となった藤浪選手、本人と代理人のスコット・ボラス氏はオリオールズ時代の投球結果に手応えを感じたのか、2024年シーズンもメジャーでプレーする方針を固めているようです。一方で他の日本人選手の去就が決まっていく中、藤浪選手だけは未だ契約が決まっていないという状況。メジャー契約があるのかどうか怪しいという声も上がっており、タイガース復帰説が出てくるのも自然の流れでした。2023年末の週刊誌報道の中には、2023年シーズンにタイガースを38年ぶりの日本一に導いた岡田彰布監督が密かに藤浪選手の獲得を目論んでいたというものがありました。岡田監督は2023年シーズンよりタイガースの監督に復帰、藤浪選手のメジャー挑戦は岡田監督の就任前から決まっており、その進退について岡田監督は関与していませんでした。何でも岡田監督は
評論家時代から請求難で低迷する藤波選手のことを気にかけており、自らの手で再生させたいという意欲もあったそうです。週刊誌報道の中では、もし藤波選手が日本球界復帰を選択していたら、岡田監督は意の一番に藤波をフロントに具申していたはず、フロントもゴーサインを出したでしょうという内容の記事となっていました。実際に岡田監督が何か行動を起こしたわけではなかったのですね。オフシーズン、関西のテレビ番組に出演した藤波選手は、38年ぶりのタイガースの日本一についてずっと見ていました。シーズンが始まってすぐに、これは優勝するなと思って、とタイガースの優勝には特に驚かなかったと話しています。将来的なタイガース復帰の可能性を問われた際には、タイガースが必要としてくれるなら好きなチームなので戻りたいと語ったものの、今シーズンの日本一については、もしタイガースに残っていても中継ぎでも先発でも自分はビールかけの輪にいなかったんじゃないかともコメントしていました。これはあくまでそれほどにタイガースの投手陣のレベルが高かったという意味での発言なのですが、以前から環境を変えた方がいいと言われていたこともあって、藤波選手がどれぐらいタイガースに戻りたいと思っているかは微妙なところです。ただ藤波選手には NPB 時代の請求難のイメージが強いのも事実で、 NPB 球団の中でも藤波選手獲得に乗り出すところがあるのかどうか、過去には NPB の11球団がタイガースに藤波選手のトレード獲得を打診していたものの、タイガース側がドラフト1位がよそで活躍されたらメンツが立たないという理由でトレードを断り、藤波選手本人もへきえきしていたとする報道もありました。今でも他球団が藤波選手を欲している場合でも、メジャーに送り出して数年で帰ってくる際に、よそに行かれてはメンツに関わるとして、タイガースが藤波選手を囲おうと動く可能性はありますね。2024年1月、藤波選手はタイガースの2軍鳴尾浜球場に練習に来ていたことが報道され、森本太一選手と同じタイミングでブルペン入りしていたそう。森本選手は藤波選手の投球をえぐいと表現、ボールの強さやスプリットのキレなどのレベルの高さに驚いていましたよ。自主トレにわざわざかつての所属球団であるタイガースの2軍施設を選んだのも、藤波選手のタイガース復帰の可能性を示す動きなのかもしれません。どの球団でプレーすることになっても、そろそろ完全復活した藤波選手の投球が見たいですね。いかがでしたでしょうか。今回は藤波選手のタイガース電撃復帰の可能性について紹介しました。メジャーから NPB に復帰する選手はシーズン途中の復帰になることも多くあります。藤波選手の場合も、もしかしたらシーズン頭はマイナーでプレーし、メジャー復帰を試みた末に NPB に帰ってくるという可能性もありますね。藤波選手が言う通り、現在のタイガースの投手陣の実力は凄まじいものがあり、仮に藤波選手がタイガース復帰を望んでいても、その獲得についてはファンの間で賛否両論あるようです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。